て乙女の告白大阪城は完全に包囲されているが、だが我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地をここに示す。雪村様、ついていきます。だから置いてかないでください。ちょっと何気弱な声出してんのよ。あんたも雪村様も絶対守ってみせる。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかないだ。サラダ丸を守れ。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。おお、やるではないか。
ていたし。お母様、私に勇気をください。
震えてる。そんなヘッピー腰じゃ熊姫様は撃てないわよ。私の今はここにあるから、今を守るために力いっぱい戦うって決めたの。姫様、今の私を見てて。よっ、熊姫、おっとこまえ。城内にまで敵があふれている。ついに落城の時が来たか。まずは秀頼様を安全な場所へお連れせねば。吠え回っているか、可愛い子。いざ戦わん。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ？力を及ばずか。戦力を見誤った。示すのみ。敵本陣にて家康の首を取る。雪村様、止めたりしません。だから最後までそばにいさせてください。家康様は撃たせん。開門。届けねばなるまい。この命投げ出しても相手になろうぞ。